何をした？始めたのよ、革命を。そんなことは許されませんよ。このスタジアムの至るところに爆弾を仕掛けたわ。それを爆破されたくなかったら、そこでおとなしく見てなさい。そんなハッタリには乗りません。あら、そう。前を指す指先に大きな世界が待っていて、仲間との出会いが作った未来さ。人は人と出会い、人は人とつながり、人は人を支え、人は人を責任。人と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 人、人と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 仲間たち。出会いは出し合う、絆は掛け合う、仲間といれば俺たちすでに100万倍。このまま地球丸ごと菊しようぜ。その手をつなげ、爆発？なんだなんだ、何が起こった？これは何なんだ？これは何事ですか？どうしたんでしょう？私たち実況ブースの方にもまだ情報が入っておりません。スタジアムはただならぬ雰囲気となってしまっていますが、あれは何でしょうか？ホログラム？一体何が始まるんだ？こんなことができるのは魔女の仕業か？よく聞くがいい、すさんだ世界の住人たちよ。母さん、このスタジアムは世界変革への始まりの場所となるのだ。ここには全世界各国の人間が集まっている。私はこのスタジアム全員を人質として全世界と取引をする。こんなことをしてただでは済みませんよ。これは、あら、ベルナルド、今忙しいの？まあまあ、一体これは何の真似です？この中継を見ている全世界の首脳たちよ、お前たちが所有する全ての戦略兵器を私は把握している。世界平和協定の条約違反の証拠を公表されたくなければ、各国に提示する金額を指定する200の口座に振り込んでもらう。これが魔女の本当の目的というわけですか？彼女は兵器を隠し持っている国を脅迫しているわけですね。これほどのことをお金のために？いいえ、おそらく真の目的は堕落した王を失墜させること。堕落した首脳たちをその地位から引きずり下ろすつもりです。これは何かのサプライズイベントなのでしょうか？まあまあ、世界を相手に取引など馬鹿げている。母さん、なぜこんなことを？どういうことなんだ？フロイ、母さん、お黙り。いいわ、殺合いのようね。話してあげる。私の、いえ、オリオンの本当の目的よ。まあまあ。
あなたたちも知っての通り、私はあの人についていろんな国をめぐって救済の旅をした。あの人には貧しい国を支援するという崇高な目的があった。でも私の興味はビジネスだった。一つの国を訪れると、私はその国の財政状況を徹底的に調べた。より有利なビジネスを行うためにね。政府システムのハッキングも通例になっていた。もちろんあの人に内緒でね。ところがある国を訪れた時、恐ろしい事実を知ってしまったの。その国はたくさんの貧しい国民を抱えながらも、兵器開発に巨額の資金を投入し、多くの国と名ばかりの平和条約を結んでいた。そして信じられないことに、多くの国がその国と同じ状況にあった。あの人は世界に裏切られていたのよ。私たちが救った子供たちは近い将来兵士となって殺し合うのかもしれない。私はバカバカしく思えてきた。でもあの人の考えは違っていた。イリーナ、私は世界を信じたい。世界はきっと変われる。信じようじゃないか。私にはあの人が愚かな偽善者にしか見えなかった。あの人と私の間にはいつしか溝が生まれ、私たちは別の道を歩んでいくことを決めた。でもあの人は世界を信じたままのんきにあの世へ行ったわ。あの時から私の計画は始まった。世界を変えるための計画がね。私は偽りに塗り固められた虚構の世界を破壊して理想郷を作ると決めた。そう、パーフェクトワールドをね。あれは、あのユニフォームは見たことがないね。正体不明のチームってわけか。我らはシャドウ・オブ・オリオン。オリオンの力を知らしめるものだ。あれはまさか。なんだと。影山レイジ、なぜあの人がここに。世界の結束が本物であるというのなら、ここでそれを証明してみせるがいい。結束、彼らと戦えということか。それが世界の結束を証明するということになるんでしょうか。何なんだこの状況。俺たちに挑戦してんのか。落ち着こう。ここは監督の指示を仰ぐべきだ。監督はどうするつもりなんだ。始めるわよ。真実をかけた聖戦をね。まあまあ。フロイ、あなたも参加したら。母さん、一つだけ教えて。母さんは父さんのために。あんな偽善者ぶった老人のために誰が。世界のサッカー選手の皆さん、よく聞いてください。こうなったら仕方ありません。世界の平和を守るため、あなたたちには戦士として一肌脱いでもらいたいと思います。これより世界全チームから選抜する世界代表メンバーを結成します。今から名前を呼ばれた人はフィールドに出てきてください。監督、俺にやらせてください。僕も自分の責任を果たしたい。お願いします。俺を。皆さんのお気持ちはよくわかりました。しかしながら、ここは私が監督として独断と偏見によって世界の転覆を企むテロリスト一派と戦う世界代表メンバーを発表します。ではいきますよ。遠藤守君、稲森アスト君、灰崎良平君、野坂雄馬君、高円寺修也君、
不動明夫くん。不動、不動、怪我は治ったのか。ああ、ギリギリ間に合ったな。そして最後に木野優斗くん。皆さんにお伝えしていたとびっきりの助っ人です。はあ、面白いじゃないか。いわば世界オールスターチームの完成というわけか。木戸来たのか。少し前についていて合流するはずだった。が影山の入国を知り、極秘裏に奴の動きを追っていたんだ。あの影山がオリオンに雇われるとは。ああ、中途半端な依頼で誰かの手先になるやつじゃない。それはどういう意味だ。やつが引き受けた依頼はやつの興味を満たすほどに大きいものだった。あなたがまさか我々に手を貸すとは。イリーナ様の考えを支持なさるということですね。大河の流れはたった一人の英雄によって変わる。このスタジアムに英雄を見に来たのだ。確かにイリーナ様は英雄と言えるかもしれませんね。イナズマイレブン。おお、皆さん、そのユニフォームとっても似合ってますよ。皆さんはこれより世界代表、その名はオリオンに対抗するチームなわけですから、アルテミス・キングズです。なんだと。超キウンズ、破滅的なセンスだな。では世界の真実をかけた聖戦を始める。交代無制限のエキシビションマッチよ。さあ、突然の急展開に私も戸惑っております。ここから FFI 決勝を中断し、登録名シャドウオブオリオンと実質の FFI 選抜オールスターチームともいえる超キウンズの世紀の一戦となります。大会運営委員会もこの試合の決行を認めました。交代無制限の試合となるようです。黒い選手たちのデータもこちらに送られて、試合の実況も可能となりました。前代未聞の試合の開始です。クラリオ、最初から飛ばすぞ。ついてこい。一気に畳みかける気か。オリオン側は全く反応していない。ダイヤモンドエンジン。何？直接蹴り返した。あんな不安定な体勢で。見せてやろう、オリオンの力を。トスだ。ああ、さあ始めるぞ。プレリュード。相変わらず正確だな。オリオンクロスファイパー。はっ、ダイヤモンドハンド。オリオンは目にも止まらぬ速攻で世界代表からゴールを奪った。遠藤ですらも全く太刀打ちできない。遠藤がいとも簡単に。大丈夫か遠藤。すげえ、なんてすげえんだ遠藤。かなわねえよなあんなの。けどさ、かなわねえ奴がいるってことはまだまだ面白いことが続くってことじゃないのか。おそらく彼らはオリオンに鍛え上げられた特殊部隊なんだ。そういうことかよ。走る速さはもちろん、当たりの強さ、テクニック、全てにおいて通常のプレイヤーを凌駕している。落ち着いていくぞ。先制点を奪われた超キウンズ、さあここはどう出る。
ヒドウさん、行きますよ。はあ。すごい、なんだこの動きやすさは。野坂さんと木道さんの2人がいることでフィールドの全域をカバーして細やかなゲームメイクができているんだ。これは日本が誇る2人のゲームメーカーの華麗な連携だ。その計算された動きはまさに芸術。こんな美しいゲームメイクは見たことがありませんね。高円寺、ラストリゾート、キーパープロキオン全く動かず。なぜ動かない。コンチェルト、ゴール前に気流を仕掛けていただと。またか。来るぞ。やらせない。ユリカは頭脳と身体能力が両立した存在。指揮能力、個人技、いずれも他の追従を許さない。これは楽勝のようですね。そうかな。ユリカはオリオンの技術を結集して作り上げた戦闘兵器。感情を捨て、研ぎ澄まされた感覚で敵を粉砕する。お前たちに勝てるはずはない。すごいね、特にキャプテンのあの子。ユリカ・ベオル、僕は昔の彼女を知っている。前は優しくて平凡な女の子だった。きっと変えられたんだ、母さんに。戦うことだけを植え付けられてきた心を持たない戦士になってしまったんだ。あのチームには気をつけろ。どういうこと。奴らは戦うことだけを植え付けられた戦闘マシンだ。厄介な相手というわけだね。負けるわけにはいかない。でもあいつらだって人間なんだ。レクイエム。力は絶対的だよ。打つ手なしか。正真正銘の実力だ。こちらをはるかに凌駕する力です。認めたくないがな。圧倒的な力を見せつけたシャドウオブオリオン。果たして世界代表超キーンズは後半一矢報いることはできるのでしょうか。君たちはもう限界だ。無意味な抵抗はよせ。なんだって。立ち上がることは無意味だ。君たちが勝てる可能性はゼロなのだから。時間の無駄だよ。待てよ。いいか、よく聞け。立ち上がることが無意味だと言うなら証明してやる。へえ、何をかな。可能性がゼロでも立ち向かい続ければゼロは1となり、
2となり、100にだってなれるんだ。挑戦し続けることで可能性は無限になる。アスト、アスト、アスト、おここからが本番のようですね。ファイナルバトルな。諦めの悪い奴らです。いや、まだ奴らはアルテミスの矢を隠し持っている。はぁ、あ、明日へのバイバイ、泣かないで。単純君の思う世界よりきっと遠い。 We need 全身心全身。全てをかけた最後の戦い、人が変われるように世界だって変われるはずだ。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印最終話、フィールドの向こうに明日が来る。稲妻イレブン今日の格言。挑戦し続けることで可能性は無限になる。以上